はい、どうも、どうです。いつもですね、ブログを見てくださって、ありがとうございます。で、今日はですね、調子のいい時にですね、次の手を打ちましょうっていう話をですね、していこうと思います。なんでですね、今日この話するかっていうとですね、結構うまくいく、仕事でこううまくいってたりするときって、なんだろうな、結構気持ちにも余裕が出て、まあ、金銭的にも、まあ、少し満たされてですね、いろいろこう欲しいもの買ったりとか、行きたいとこに遊びに行ったりとか、いろいろしてしまうと思うんですけども、これってすごくこう、まあいいんですけど、若干危険な側面もあるので、一応この話をしておこうかなと思ったんですけども、まあ、次の手を打つ。これ何かというと、例えば、まあ、事業で少し、まあ、うまくいってですね、売上上がって収入が増えた時にですね、そのお金をですね、例えばもうお金で言うと、次の新しい事業に投資をしていくとか、時間で言うと、なんだろうな、まあ、生まれた時間というか、今まで使ってた時間を、次の打ち手のための、計画を練る時間に使っていくとかですね、っていう感じですね。うまくいってる時って、まあ、僕も、そんな時期はあったんですけども、まあ、一瞬ドンとこう数字が伸びた時にですね、すごく遊びに行ったりとかですね、欲しいものを買ったりとかですね、いろいろした時もあったんですけども、あんまりそれやってるとですね、次の翌月とか翌々月にですね、見事にですね、押していくんですね。なので、そういういい時ほどですね、やっぱお金がいっぱいある時ほど、さらに生み出すものに、投資をしていく、自分自身とか事業とかに投資をしていく。で、時間もですね、さらに厳しく管理して、先手先手を打っていくというか、まあ今までは1ヶ月後のことしか考えてなかったのが、やっぱ数字が伸びてくると3ヶ月後、4ヶ月後、まあ、半年後とかを見据えて、仕込みとかやっていって、ことになって、やっぱなってくるんですね、自然と。なのでぜひですね、いい時ほど、まあもし今伸びてるんであればね、伸びてる時ほどですね、次の手をどんどん打っていってほしいなと思います。やっぱお金とかあるとね、いろいろできるんですよ。まあ僕の例で言うと、例えば最初はね、ブログとかも、ライブドアのブログ、今この今やってるこのブログも、ライブドアのブログでやってたのを、まとまったお金が入った時に、今のブログ、ワードプレスで、業者に頼んで作ってもらったりとかですね、ステップメールの配信スタンドの契約をしたりとか、そういうところに使っていきました。で、今があるわけですね。メルマガとか LINE アットとかの登録を促すことができるのも、こういう自分の、ブログっていうのがあるからなんですけども、なので、ぜひですね、次の打ち手に、時間もお金もいい時ほど使っていくということをですね、ぜひ忘れないようにしてほしいと思います。こんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた。